リンクトゥーライフ命をつなぐ思い、パーソナリティを務めさせていただいたのは広島経済大学メディアビジネス学科4年生の岡野光平です。本日も30分間よろしくお願いいたします。本日本放送を聞いている方は5月31日火曜日、再放送を聞いている方は、6月になりましたね、6月1日水曜日のアフタヌーンハムスターの後となっております。梅雨がやってきますね。もうね、この梅雨の時期になってきましたけども、なかなか外に出られない方も多いかと思いますね。普段こうランニングとかで運動されてる方、なかなか外に出られなくてこう運動不足だなと思ってる方、いかがお過ごしでしょうか。なんかね、先月の丸ごと朝南朝北では、運動をする前に知っておきたい、ね、走りの秘訣だったりとかレッスンだったりとか書いてありますね。なんかね、僕もね今ちょっとチェックをしてるんですけども、あ、すごいなと思いながら、僕もね、大学に入ってからですね、まあ若いのに何言ってんだってこういろんな方に怒られそうですけども、運動をですねなかなかする機会が減りまして、本当に、月に1回ちょっと何かのね友達に誘われて運動行くかなっていうぐらいしかあんまり動いてないので、あとは本当に全然こう運動することもないですし、ね、高校まではですね部活などもしてたんですけども、運動系でねしてたんですけども、大学に入ってからめっきりしなくなったので、こういざなんかこう野球とか、まあ高校でやってたのはバドミントンなんですけども、バドミントンしてみるとですね、翌日にこう筋肉痛が半端なくてですね大変ですけども、ぜひね皆さんも気をつけていただいてですね、こう6月っていうと雨多いですし、梅雨の時期ですから、3日4日ぐらい運動せずにですね、こうその先にぐらいですね晴れててから、晴れてわ晴れたなと思って、運動できるわと思ってこう張り切ってやってしまうとですね、怪我をしやすいのでね、ぜひぜひストレッチとか入念なねこう準備体操とかしていただけたらなと。まあその辺を紹介する上でですね、丸ごと朝南朝北の特集でもいっぱい書いてあるので、ぜひ参考にしていただけたらなと思っています。本日のリンクトゥーライフはですね、先週から、2週連続でお届けをしているんですけども、広島市立大学の、落語研究会落花生の新入生関係落語会パート2の、模様をお届けしています。先週はですね、満腹亭うなぎの鶴という演目とか、満腹亭どんとのこ褒めなどをお届けしたわけですけども、今週はですね満腹亭カカオの犬の目というのをお届けしたいと思っています。またですね、この新入生歓迎会の落語会が終わった後にですね、彼女たちにインタビューした模様もお届けしようかなと思っておりますので、最後までお聞きください。よろしくお願いいたします。リンクトゥーライフ命をつなぐ思い、満腹亭カカオと申します。最後になりましたが、ぜひ一席お付き合いよろしくお願いいたします。世の中にはまあいろいろな職業っていうものがあるんですけれども、その中でもこう学校の先生とかお医者さんとかこう代議士の先生とか、先生と呼ばれる職業をついている人はもう責任も重いし、ね、大変だということを聞いておりますけれども、泉くん、そこを行くのは泉くんじゃないか。あ、この声は海老名さんですね。そうだよ。おい君、しばらく会社に出てきてないじゃないか。え、何があったんだ。それがですね、目を患ってしまいまして。目を患った、それはいけないね。どうりで会社に見えなかったわけだな。先生、そんな、いや私今困ってんですよ、目が見えなくなって。それはしまったな。え、いつから。10日ほど前かな。医者には行ったか。行ってない。それはいけないね。え、今すぐ行った方がいいよ。あ、そうだそうだ、私ね有名な先生を知ってるからね、教えてあげるよ、ね、外国の先生でヘボン先生という先生を知っているかな。ヘボン先生、あ、知らないですが、その有名なヘボン先生というのがこの辺にいるんですか。いやいやいや、
この辺にいるのはね、ヘボン先生のお弟子さんで、新井シャボン先生という方だよ、ね、目を洗うのが得意だそうだ、ね、ここの四つ角を左に曲がって3軒目のところにいるそうだからね、私は今から仕事で一緒に行けないけどね、うん、あ、ぜひ行ってみてくれるかい、ね、ここの四つ角を左に曲がって3軒目のところだから、行ってらっしゃい、 ありがとうございます、行ってきます。そうかそうか、そんな有名な先生がいるのか、うん、あ、この辺りが四つ角かな、なんか目が見えなくなるって言うとね、なんか他の神経がね鋭くなるみたいだね、こう風がね頬にさーっと当たるのがよくわかるよ、ここを左に曲がってっと、うん、この辺りかな、ごめんください、失礼します、すいません、はい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 、え、何のご用ですか、あのすいません、こちら新井シャボン先生でよろしいでしょうか、あーあーあああ、結構結構、手前どもが新井シャボンでございます、いやーそれよかった、私ね目を患ってしまいましてね、先生今すぐ見てください、すまないね、私はね新井先生じゃないんだよ、私は書生の田中というものでね、あ、先生は今ね奥の方で書物を紐解いているからね、ちょっと呼んできます、ここに座ってお待ちください、先生先生、患者さんが来てますよ、ん、なんだ、ああ、患者か、ああ、田中君、今ね私はねこう書物を読んで勉強してるんだ、え、田中君、医者というのはね大事な職業ね、患者を見る勉強をするのが大事な職業なんだ、勉強のためにはね患者なんて待たしておけばいいんだよ田中君、今ね重要なところを読んで聞かせてあげるからね、そこに座って聞いてなさい、医薬法第16法、へに関する項目、おならにはブー、スー、ピーの3種あり、ブーは音高くして匂い少なし、スーは音低くして匂い鼻肌強し、ピーは身の出る恐れあり、これはちょっと下品なことが書いてあったな、で、患者君というのは君か、あー、どれどれ、もっと前へ来なさい、え、10日ほど前から目が霞んできて3日ほど前から見えなくなった、そりゃいかんな、そりゃいかんな、今すぐ見てやるからちょっとこっちへ来なさい、それひょっと、あー、こりゃいかんな、ひょっと、わー、こっちもいかんな、あー、濁りきっておる、こんなになるまで放っておいてはいかんではないか、よし今すぐ手術をする、え、手術ですか、手術って大変な、いや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 、大変じゃない大変じゃない、ごくごく簡単な手術だからな、あ、安心したまえ、目玉をくり抜いて洗うだけ、え、ちょっと待ってくださいよ、目玉を、安心したまえ、案ずることはない、案ずることはないぞ、え、今から準備をするからな、田中君手術をするからな、え、ペンチとピンセット持ってきたまえ、あとな消毒のためにこう塩酸を一杯な持ってきて、な、水にちょっと薄めてな、それとな目玉を止めるときになグラグラするからな、セメントを少し持ってきたまえ、諸物価高騰の折であるから砂は多めでいいぞ、構わんぞ、何メーカー、あ、メーカーなんてどこでもいいからね、あそこのね安いものを持ってきなさい、患者君大丈夫だ大丈夫だ、落ち着きたまえ、あ、痛くなんかないからな、あ、さあもっともっとこっちへ前へ来て、さあ行くぞ、ひょっぽこすこ、ひょっぽこすこっと、こりゃいかんな、こりゃ隅から隅まで濁りきっておるな、こんなになるまで放っておいてはダメではないか、え、戒めのためによく見ておきなさい、見ておきなさいったって先生、私目抜かれちゃってるんですから、ははは、そうだったな、え、じゃあこれはね塩酸の中につけて消毒しておくからな、ブクブクブクっと、ブク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 泡立ってやるぞ、え、どうだ患者君、目を抜かれた感想は、え、痛くないだろう、驚きましたよ、痛いと思ってたんですけどね、もうほんとすぐ全然痛くないですよ、ああ、そのままにしておいてはいかんぞ、権利金手も取ってな人に貸したまえ、え、権利金どういうことですか、目抜きの場所と言ってな、先生こっちは手術中なんですよ、私の目どうなりました、ああ、すまなかったな、え、今ここに消毒したのがあるからな、よし、じゃあこれをな今度は君の目にはめてやるからな、さあさあもっとこっちへ行きなさい、行くぞ、ほっよっと、はまらない、こっちだったかな、ほっよっ、
案ずることはない、案ずることはないぞ。え、あ、塩酸をな、ちょっと水で薄めすぎたようだ。水で薄めすぎた中に長くつけておいたからな、どうやらふやけてしまったようだな。こういうのはな、こう縁側にな、少し干しとけばな、元の大きさに戻るからな。あ、少し待ちたまえ。ところでな、患者くん、え、目の病というのはな、実にな、こう色っぽいものというのを聞いたことがあるか。色っぽいものですか。それは聞いたことありませんね。目や見女に風引き男と言ってな、目の病っていうのは色っぽいもんだと昔から決まっているんだよ。ところでな、患者くん、朝顔日記という話は知ってるか。朝顔日記、先生いろいろ言いますね。いや、知らないです。そうかそうか。夫をな、思うあまりな、こう目を泣きつぶしてしまった妻がいるんだ。宿屋の主で徳右衛門というこうできたやつがな、自分の腹をかっきってその生き血を飲ましてやったら妻の目が良くなったという話だ。え、こりゃいい話だろう。それいい話ですね。先生も腹かっきって血飲ましてください。いやいやいや、それは断るぞ。私はな、同窓会があっても自腹を切るのさえ嫌な男だからな。あ、先生いろんなこと言ってますけどね、私の目どうなりました。すまないすまない。じゃあな、そこに干してあったからな、今すぐ君の方に。田中君、そっちに目玉転がってないか。転がってない。安心したまえ、安心したまえ。大丈夫だ、原因は分かっておる。そこのな、庭先にな、犬がいるんだ。こんないい天気だからな、この犬がな、目玉をな、食べちゃったんだな。だからな、原因は分かった。安心したまえ。いや安心できませんよ、私目どうなるんですか。いやいや、大丈夫だ大丈夫だ。これはな、あの犬が悪い。罰としてあの犬の目玉を君の中に入れてあげるからな。安心したまえ。さあ、ラッシーこっちへ来い。暴れるな。大丈夫だ、君の腹の中にはな、もう人間の目玉が入ってるんだ。春になればな、新芽を出すから、それまでの辛抱だ。行くぞ。よっぽほっ。さあ、これを君の中に入れてやるからな。安心したまえ。くそ、よっ、くりくり。入った。こっちも、よっ、くりくり。目を閉じて、まだ動いてはいけないぞ。ちょっと体を動かしてみて。ぐらつかないか。ぐらつかない。じゃあ、目を開けたまえ。どうなったのかな。先生、これはよく見えますね。ありがとうございます。いや、それはよかった、それはよかった。今日はな、まだ手術後だからな。今日は安静にして、明日また来るように。わかったか。先生、ありがとうございます。こんにちは。先生、こんにちは。昨日のか。あれからどうだったか、目玉の方は。それがもう本当にね、良くなりまして。それでですね、先生、なんだかよ目が良くなったような気がするんですよ。夜なのにね、昼間のようにはっきり見えるんです。それはそうか。すごいなすごいな。じゃあ特にな、大丈夫だな。でも先生、一つ困ったことが。困ったこと。なんだそれ。何なんだ。いや、それがですね、しょんべんをするときに片足が上がるようになりました。します。今日は本当にありがとうございました。じゃあ、朝日、自己紹介を一人ずつお願いします。満腹亭うなぎと申します。現在広島市立大学芸術学部3年生です。はい、満腹亭カカオと申します。落語研究会の部長をしております。はい、満腹亭トントンと申します。同じく国際学部4年で副部長です。はい、ありがとうございます。初めて落語研究会とか、落語を聞いたのが初めてで。そうなんですか。でもこういうの好きだったんでハマりそうです。じゃあ今度はぜひプロのものも聞いてみてください。はい、よろしくお願いします。満腹亭っていう名前の由来みたいなのを教えていただいてもいいですか。はい、そうですね。部員の女性は満腹亭というのを代々襲名してまして、はい、満腹亭の下に自分の好きな食べ物を、私だったらうなぎが好きなんでうなぎというふうにやるのが、お決まりになってまして、男性の方は柏屋というふうになってます。
はい、ありがとうございます。まあ、そもそも多分それぞれ落語に興味を持ったきっかけみたいなのがあると思うんですけど、それちょっと教えてもらってもいいですか。私はですね、もう 大学のそのお知見の今日みたいな新入生歓迎会を始めてみて入ろうってもう即断でした。即断でした他のサークルとかも見たりとかもしたんですか。ギリギリだったんです。私他のところに勧誘を受けて、その勧誘されたところの会場に行く途中で落語やってるって思ってそのまますって行っちゃって見たらもう虜になっちゃった。もう偶然ね。偶然偶然で入ってみたらその先輩の方に知り合いがいて、あ、じゃあちょっと打ち上げも来てよみたいな感じでついてって、もう入ります、すごい会場されました。もうなんか運命が決まってたからね。決まってました。私はトントンさんに誘われて入部しました。はい、なんで入部するまでは落語を私も全く聞いたことがなくて、公演も全然聞いたことがなかったんですけど、そうですね、まあ落語ってなんか今時ちょっと若者はやらないし珍しいだろうなみたいな、なんかそういうすごい軽いノリで誘われて入りました。その誘いをしたトントンさん、はい、落語を始めたきっかけというか知ったきっかけなんかを教えてください。私もうなぎちゃんと一緒で先輩の新入生歓迎公演に行って、その流れで飲み会に連れて行ってくださって、なんかここで入部しないのも悪いなと思ってで私と一緒にもう一人いたんですけど、その飲み会にその子は入らなくって、私が新入生で一人で先輩がいっぱいいる、でちょっとアウェー感があったので無理やりカカオさんを誘ってという感じです。改めて広島市内で大学生でやってるって言ったらもうほとんどないので、その落語の魅力っていうのをちょっとラジオを聞いてくださってる方にちょっと教えてほしいなと思います。落語の魅力、魅力、まあ、その私は入り始めがその大学生のやる落語からの入り始めだったんですけど、まあ、そのプロの落語家さんを呼ぶ会っていうのがありまして、広島で生の落語を聞く会っていうところなんですけど、そこでその一大の知見もお手伝いを行かせてもらってて、でそこで初めてやっぱ生の落語家さんの話を聞いた時に、もうなんて素晴らしいんだろう、もうやっぱもう動作一つ一つも本当にその登場人物ですし、本当無駄がない、もう綺麗でそして面白い、これは本当落語の醍醐味だなというものを感じましたね。はい、魅力ですか。魅力です。魅力、落語はそうですね、一人で何人もの役をもう演じ分けられるっていうのがすごいなと思ってて、何でしょう、例えば今若いお姉さんを言ってたかと思えばすぐ年寄りのご老人のおじいさんに変わったりとか、小さい子供をやったりとか、本当に他の演劇とかドラマとかとは違って、もう一人の人がたくさん演じ分けられるっていうところは落語しかないなと思ってて、そこに魅力を感じてます。はい、はい、普通にすごい面白くって好きなんですけど、他のお笑いとかと違って音だけでも楽しめるので、なんか掃除しながら聞いたりとかそういうのができるのがいいなって思います。はい、本当にラジオ向きというか今度スタジオにも遊びに来てほしいなって思いながらこう思います。最後にそのラジオを聞いてる方にちょっと落語のこう楽しさというか PR を一人でやってほしいなと思います。よろしくお願いいたします。落語はですね、本当に江戸時代から続くような話もありまして、本当に文化的にも大変こう貴重な誇らしい文化だと思います。皆さん落語を聞いてください、そして好きになってください、お願いします。はい、そうですね、落語はちょっと敷居が高いかもしれないんですけど、まあ話も15分とか30分とか長いんですけど、でも聞いてみたらすごい面白いんで、 YouTube とかにも動画あるんで見てみてください。はい、はい、そうですね、まあ、他の2人も言われてたように、まあ、本当に奥が深い
もう日本の伝統というか、まあ、素晴らしい落語を皆さんぜひどんな話でもいいんで、ね、一度は聞いてみて、それで落語の世界へこうどうぞお越しください。はい、はい、ありがとうございました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。リンクトゥーライフ、命をつなぐ思い。リンクトゥーライフ、命をつなぐ思い、エンディングの時間です。最後までお聞きいただきありがとうございました。いやー、僕もちょっとこう落語を挑戦してみようかなっていう気持ちにちょっとなったんですけども、まずは10ゲームぐらいから頑張ってみようかなみたいな皆さんはどうだったでしょうか。ね、年配の方は落語っていうのは馴染み深いものであってね、ああ大学生でもやってる人たちいるんだなみたいな、まあそういった新鮮な目で見られた方も多いですし、まあ落語初めて聞いた方なんかは、こんな面白いんだな落語って、てっきり古臭いからちょっとどうだったん、みたいな、そんな感じで聞いた方も多いんじゃないかなと思います。いや僕もそうでした。落語って今頃どうなんかなみたいな、そんな感じでちょっとね、どうなんだろうみたいな、ちょっと興味本位で行ってみた部分もあったんですけど、できるファンになってしまいました。またね、あの市立大学のこのね、落語研究会落花生のねイベントとありましたら、紹介していこうかなと思ってますので、ぜひ、今後ともリンクトゥーライフ聞いていただけたらなと思っています。またスタジオにも呼びたいですね。今回はですね、ちょっと短い時間でインタビューを行ったので、なかなか彼女たちの素顔に迫れなかった部分も多いですけども、スタジオに来てもらってですね、たっぷり落語をですね、魅力を伝えていただきながら一席話していただいてですね、彼らのこうなんだろう素顔の部分を迫れたらなぁなんて思った次第でございます。リンクトゥーライフ、命をつなぐ思い、パーソナリティを務めさせていただいたのは広島経済大学メディアビジネス学科4年生の岡野光平でした。